どうも皆さんこんにちは、こんばんは、りゅうです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、遊戯王デュエルリンクス史に残る史上最強に迷惑なデッキこちらをご紹介していきたいと思います。これランク戦で使わないようにお願いします。なぜかというと迷惑だからです。あれ迷惑じゃないっつってねこれね、今日は何のデッキかというとですね、霊獣、精霊獣、霊獣使いというデッキなんですけれども、精霊獣というデッキですね、ものすごくですねターンが長いんですよ。今まで迷惑と言われていた魔導、それからメタファイズなどなどあるじゃないですか。全く、寄せ付けないほどの、操作量、ターンの長さを持っておりまして、めちゃくちゃソリティアします。クリストロンとか全然メジャーないからソリティアします。もう本当に迷惑です。本当に迷惑。今日はね、褒め言葉ですよ。という今日はデッキをやっていこうかなと思います。で、これ紅葉のデッキがどういうデッキになっているかという話なんですけども、精霊獣というカテゴリーはですね、精霊獣というモンスター、そして、精霊獣というモンスター、それから、霊獣使いというモンスター、この2つのモンスターで、形成されておりまして、これはどっちの名前を持ってるね、非常に強いモンスターなんですけども、どういう、効果というかを持ってるかっていうと、結構除外ゾーンにモンスターを用意したりとかして、戦っていくデッキなんですけども、融合モンスターがなんかの XYZドラゴンキャノンいるじゃないですか。あんな感じで融合を使わないでフィールドの、霊獣使いモンスターと精霊獣モンスターを、除外するとなんか特殊召喚できるよと。精霊獣機っていうモンスターが融合モンスターなんですけど、でこの精霊獣機っていう融合モンスターはフリーチェーンで相手段でも発動できる効果があって、それが自分のを分解できる、霊獣使いモンスターと精霊獣モンスターに。そのこの丸、2番の効果かな、このカードを持ち主のエクストラデッキに戻して除外されている霊獣使いと精霊獣をなんか特殊ができるよと守備表示でっていう効果を持ってるんですよね。だからそのサクリファイスエスケープみたいな感じで、例えばエネコンされるとか、破壊され、狡猾されるとか、そういう時に変身したりとかっていうことができるんですよ。でじゃあどうやって戦っていくのかという話なんですけども、霊獣使いっていうのはそうやってどんどん分解したり融合したり合体分解でアドバンテージを稼げるモンスターがいて、それがこのカンナホーク、橋本環奈さん、精霊獣機橋本環奈ホーク、このモンスターが、自分の、霊獣使いと精霊獣で合体するんだけども、除外されてる霊獣カード2枚を、対象にして、それを除外ゾーンから墓地に戻すとデッキから霊獣カードを手札に加えるよっていう効果を持ってるんですね。でその効果に、例えばね、カードが3枚除外されてたとしましょう。3枚除外されてるのが、カンナホーク、例えばね、カンナホークと、長老とジジイと、あとこのなんか、ペンギンだとしましょう。でその3体が除外されている場合、カンナホークで対象に取るものを、例えばじゃあカンナホークと、ラムペンターにしましょうね。でその効果にチェーンして、カンナホークの効果を発動します。分解する方の効果。そうすると何が起きるかっていうと、その分解して特殊召喚するっていう対象を、長老と、カンナホークにすると墓地に戻る効果がチェーン1で、チェーン2が長老と、カンナホークを特殊召喚するという効果になるので、チェーン2から逆順処理で発動して、長老とカンナホークが特殊召喚されますよね、場に。で墓地に、ラムペンタだけが戻るという感じなんですけども、これ、特殊裁定というかがあって、ラムペンタだけ2枚選択しても1枚でも墓地に戻ればサーチできますよという裁定をもらってます。なのでサーチ特殊召喚分解合体した後にすぐ分解して2体になりつつサーチができるよっていう。だからこのカードがアドバンテージを稼げるカードなんですよ。これでアドバンテージを稼いでいくっていう感じになります、基本的にはね。でそれで持ってくるカードがこの、霊獣の奇襲、これ霊獣使いと精霊獣モンスターをなんか墓地か除外ゾーンから特殊ができるよってすごい強いカードで、これが要は耐久力があるんでこれ3枚と、あとこれね、霊獣の召喚、召喚か、これは、霊獣モンスター、自分のフィールド上の霊獣モンスター2体を除外してエクストラ的からなんか召喚条件ガン無視して霊獣モンスターをこれ全部何でも特殊ができるよっていうことなんで、マスクチェンジみたいな感じですよこれね。でメインギミックに除去がないんですよ。本来だったら破壊するトラップがあるんですけど、デュエルリンクスには実装されてないんで、今回じゃあどうやって勝っていくか、まあ、もちろんこいつのアドバンテージを稼ぐ効果を使ってなんかその、サーチしたりとか分解したりとかをこう繰り返してアドバンテージ稼いでいくんですけど、これがめちゃくちゃ強くて、アペライオこいつはですね、このカードは攻撃する場合ダメージステップ終了時までこのカード以外のカードの効果を受けないと、自身以外のね、まあ、最強の耐性だからこの2600っていう攻撃力にしかなんないんだけど絶対通るんですよ。ダメージその要はバトルフェーズに入ってこいつが攻撃しさえすればめっちゃ強いんです。だからこれで2回殴ります。今日は盤面をガラキにしてクリボルトが効かないからね、波紋のバリアとか効かないから。でそれをどうやってやっていくかっていうと、この、イルカ、ペトルフィン、これが一応1ターンに一度なんですけども、手札の霊獣カードを1枚除外すると相手のフィールドのカードをバウンスできるよっていうことを持ってるんで、これで、まあ、呼吸トスとか、まあ、辛いけど呼吸トスとかじゃなければバウンスできるんですよ。でこれで戻してで盤面をガラキにして、これ魔法トラップでもモンスターでも戻せるから、でこれ分解してもう一回出してくるともう一回使えるから効果が、だからまあ一旦 2回くらいは効果使えるんですよ。結構強いです。でバックは骨祭で除去して、で今回ドローセンスハイレベルっていうのにしてるんで、これヤクザムーブがあってハイレベルでラバゴ持ってくるんですよ。でラバゴで相手のモンスター処理するんですよ。で処理したラバゴをペトロフィンに戻すんですよ。これがヤクザムーブ相手のモンスター2体を、このヨガマジラバゴーレムで戻して、でこのそのなんか処理したラバゴをもう一回ペトロフィンで戻すっていう、戻して戻すみたいなね、こうするんで、これ強い。これは非常に害悪ムーブになっております。まあね、魂吸収とか、ああいうカードを使って害悪耐久みたいなこともできるんですけど、長引くんですよ。動画向きじゃないです、これは。だから、今日は殴ります。今日はちゃんと殴って勝つっていう霊獣になってますんで。まあ、動き方をね、見てもらわないと分かんないかな。まあ、一応こいつ効果で破壊されないとかあるんですけど、いろいろ。もうちょっと説明がもうなんかもう6分くらい喋ってるんで、はい。もう早速ね、デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ、これ、迷惑じゃない？さあ、遊戯王デュエルリンク史に残るであろう、超迷惑なデッキを回していくぜ。迷惑だぞ、このデッキは。非常に迷惑だ。おそらくですね、デュエルリンクス、今まで実装されたデッキのテーマの中で一番迷惑です。一番動きます。もっと動く。まずは、安全に動く、安全に迷惑行為を、するべく、コズミックサイクロンの効果発動。相手のフィールド上の魔法トラップカードを1枚除外。クリストン、なるほど。クリストンの裏セットってなんだろう。クリストンで裏セットってよくわかんないな。そして、カンナホークの効果発動。橋本カンナホークの効果によって、デッキより好きな霊獣カード1枚を除外していくぜ。そして、俺は、フィールド上の霊獣および精霊獣および霊獣使いモンスターを除外し、橋本環奈宝庫を融合召喚し、橋本環奈宝庫の効果発動。除外されている、なんか2枚いい感じのモンスター2体を選択し墓地に戻すって言って、この効果にチェンジして自身の効果分解まだまだ終わりませんよ。まだまだ動きます。まだまだ動きますよ。そして手札に持ってくるのは奇襲でいいだろう。そしてさらに橋本環奈ホークの効果発動。橋本環奈ホークの効果によってまたデッキからペトルフィンイルカちゃんを除外。そして、フィールド上の精霊獣使い精霊獣使いじゃねえや精霊獣および霊獣使いモンスターを合体させるぜ。環奈ホークでもう一回いこうかな。もう一回迷惑しようかな。もう一回迷惑するか。いいや、こいつ死んでも別に。こうしてこの2体を除外し、橋本環奈ホークを融合召喚し、橋本環奈ホークの効果発動。橋本環奈ホークの効果によってもう一回なんか戻してサーチ迷惑だわー。レラだな、これは。迷惑だわー、ほんま迷惑。セットターン終了だ投げ。ちなみにまだまだ動こうと思うのは、なんかその黄金室とかあるとなんか無限に動けるんで。ちなみにまあ冒頭に説明してるかもしれないですけど、魂吸収とかねあればなんかライフルとか無限に回復して、なんかクソ害悪ムーブみたいなことができる。はい、スモーガーさん、スモーガーなんか破壊しとけばよかったんじゃないですか。クリストロンのなんかそのインパクトをさ、セットをクリストロンセットじゃなくて、そのスモーガーを破壊してアメトリックスになれる準備した方がよかったのでは。クリストロンエアプですかクリストロンエアプですか。あー強いね、それは強いわ、それはなかなか強いわ。まあでもあいつ対象には取れるんで、まあ、水族館すればいいんですよ、これは。奇襲効果、霊獣の奇襲の効果によって除外および墓地の精霊獣および霊獣使いモンスターを1体ずつ特殊召喚していくぜ。そしてここは水族館かな。ここは水族館ですか。ペトルフィンの効果発動これは除外したんだ。ウィンダーを除外し相手のセットカードを1枚手札に戻させていただくぜ。甘いですね。チェーン返し甘いですね、それは。そして1回橋本カンナホークする。1回橋本カンナホークしよう。これなんか橋本カンナホーク連呼していて、これあれかな、事務所からなんかクレーム来ないかな。そして橋本カンナホークの効果発動。橋本カンナホークの効果によって除外されている精霊獣および霊獣使いモンスターを選択し墓地に戻すよというなんか宣言をして、その宣言にチェーンし自身の効果発動。この自身の効果を発動することによって宣言したモンスターを墓地に送ることなく特殊召喚することができ、さらにデッキよりサーチを入れることもできる。つえー迷惑強烈の言い方で迷惑さあ持ってきたやつは即座に除外。持ってきたやつを即座に除外していく。除外するためだけに持ってきてるからな、こっちは。はいで、フィールド上の精霊獣使いおよび霊獣精霊獣使いじゃねえや、精霊獣および霊獣使いモンスターを合体。精霊獣機危ないよ。そしてレナちゃん効果、レナ効果によって墓地のなんかいい感じのモンスターを特殊召喚していく。そして橋本カンナホークを特殊召喚し橋本カンナホークの効果発動。橋本カンナホークの効果によって除外ゾーンにさらに霊獣使いを増やさせていただくぜ。ほっ。そしてフィールド上の精霊獣および霊獣使いモンスターを合体。精霊獣系危ないよこのモンスターは攻撃する場合自身のカード以外の効果を受けない。つまり分断やこういうクリボールなんていうカードは私には効かない。そんな時代遅れたカード持ってでも甘えなんですよ。一言言ってやろうか、これ迷惑じゃない？いやー迷惑だわー、マジで迷惑迷惑好きだわーこのデッキ。そうですね、まあ長老行きましょうか。長老行ってで、一回ペトルフィン召喚してじゃサーチ入れていきましょうか。橋本カンナホーク、フィールド上の精霊獣および霊獣使いモンスターを除外し合体。融合なし融合。そして橋本環奈宝具の効果、除外されている精霊獣および霊獣使いモンスター2体を墓地に戻しなんか霊獣カードを手札に加えることができる。最強カード難しいな、これはこっちかな。でこうして、こうして単種類まあムーブ的にはですねまあ、バックに触ることはあんまりできないんですよ。イルカのね、そのバウンス効果以外では、まあ、だから小伝いを入れているということと、また小伝い入れるっていうことはつまり殴るんでね、今回のデッキは。だから、1000ライフが減ると。だからラバゴ持ってこれるんですよね。まあ、奇襲の効果発動しますよ、これいいですか。霊獣の奇襲の効果発動。霊獣の奇襲の効果によって、俺は墓地のジジイとイルカを特殊召喚。ウィンダー、オッケー。そうですね、まずはペトルフィンの効果発動。ペトルフィンの効果によって手札のウィンダーを除外し相手のフィールド上のセットカードを1枚をバウンス。あれナビゲートないんすか。それは甘えでは、それは甘えでは。ペトルフィン長老合体。橋本環奈ホーク2体目。橋本環奈ホークが2体。橋本環奈さんかわいいですよね。でもねごめんなさい橋本環奈さん、僕はね、佐野日向子さんっていうね、心に決めた人がいるんですよ。申し訳ない。僕はね、顔よりも、くびれ派なんですよ。橋本環奈は分離。ペトルフィンと、こいつを戻し、で、サーチを入れつつ、マスクチェンジ持ってきて、霊獣マスクチェンジ持ってきて、そして、俺はペトルフィンの効果発動。霊獣カードを除外しててめえのカードを1枚手札に戻すぜ。そして合体していこう。フィールド上の精霊獣モンスターおよび霊獣使いモンスターをゲームから除外し乗っただけ融合。精霊獣機危ないよ。攻撃をこれは効果発動してるか。効果発動してで一応もうこうして持ってきておきましょう。持ってきて、でモンスター出しましょうか。モンスター出しましょう。消火器使ってないのまだ俺ね。ねそうだな、まあ、カンナホークでいいか。カンナホーク持ってきて、そしてまだまだ動くよ。カンナホーク召喚。カンナホークの効果発動。カンナホークの効果によってじゃなげーたんなげー楽しい遊戯王たくさ待ってないですよね。気持ちわかります。さあお相手の方、ユウキよろしくお願いします。ユウリさんバイ。あれナメプですか？殺しますよ殺しますよ。橋本カンナホークを召喚。橋本カンナホークの効果と、これね時間がね足りなくなりますんでね、さっさとプレイングすることをおすすめします。はっはっはっ。橋本カンナホークを融合なんだこれ。カオスハンター、カオスハンターやばいなちょっと待ってカオスハンターやばくね？やばいな。橋本環奈の効果発動して、戻してあいつがいるとねカードをね除外できないんですよやばいな。ラバコするしかないのこれ。ラバコ、まあでも最悪外役で耐久してラバコでですねあれなんですよ。ラバコで処理すればいいんで、ああいうやつはあれめんどくさいの。ラバコするまで耐久すればいいんですよ。まさかラバコが入ってると思わないだろ。さあ殴れよ勇気よ、殴れ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 。陽線銃いやちょっと待って、陽線銃、ああ陽線銃はやばいなちょっと待ってこれやばいぞ。待ってくれ、あいつ戻るな。あいつエンドフェイズに戻るんですよ。陽線銃っていうのはスプリットモンスターみたいなもんなんで、なるほど。霊獣の奇襲の効果と、霊獣の奇襲の効果によって墓地の霊獣精霊獣モンスターおよび霊獣使いモンスターを特殊召喚。はっはっやばいやばい、あいつ戻るな。俺だってドローセンスハイレベル効果ラバゴ引いてくるぜ。で除外できないもんな、除外できないからペトロフィーができないで、ウィンダーセットしてウィンダーで自爆特攻しても届かないんだよね。闇の力2700やから、俺なんで闇の力なんだ、なんでこれ闇の力なんだこれ。2600って絶妙に届かんとアペライアの自爆特攻でもともと2500やったら届くのにやばいな。2600これもしかして聖杯とかにいってるパターン。これ聖杯やめて、聖杯やめて、あぶねやばい。ちょっとあと1回殴られて終わり。なんか解決だ、なんか解決だ、意味ないわこれマジかー。ふざけんなよふざけんなよふざけんなよこいつマジふざけんなよ。ウィンダー効果、ウィンダー効果によって、エクストラデッキのモンスターを特殊召喚できるぜこれライフぴったりや、ライフぴったりボーナス対戦ありがとうございました。